クライミングインストラーコースという名前で2017年、平成29年新入生を募集していますが、翌年2018年平成30年の新入生からは学科の名称が変わりまして、クライミングインストラクター学科というふうになります。ただ、カリキュラムなど基本は同じですね。学科に変わるからといって特に大きな、カリキュラムの変更はありません。はい、ではこのクライミングインストラー学科について、学科主任の服部先生です。はい、目指す進路そして実績など教えてください。はい、クライミングインストラクター学科ですけども、目指す進路に関して言うと、クライミングって実はいろんな、就職先があります。例えば、クライミングジムの、ここにも書いてある通りインストラクターになりたいなっていう、学生さんがね来てもらって、一生懸命勉強して、それぞれね全国各地にいっぱい今ジムありますけども、ジムのインストラクターとしてお仕事をしていく人もいますし、あとは、実はそのインストラクタージムのインストラクターだけではなくて、壁を作るクライミングのウォールを、作る、お仕事なんかも実は、たくさん、あるんです。で今全国各地にものすごい、数の、クライミングジムがたくさんありますが、そのクライミングの壁立てであったり、あとは、ホールドルートのセットの仕事であったり、もちろんまた、ウォールのメンテナンスの仕事であったり、実はクライミング一つとっても、仕事の内容が多岐にわたるんですね。なので、学校の方では授業で、もちろんインストラクターとしての、お仕事ができるように、学んでいきますけども、それだけじゃなくて、壁立てのことであったり、メンテナンスのことであったり、いろんなこう、クライミングに関わる、仕事の内容を、カリキュラムとして、取り込んで、います。なのでいろんなことがきちっとね、そうですね、携われるように、授業をここで学んでいきます。はい、で実績なんですけども、卒業生はですね、今いろんなところで、全国各地で、活躍をしてくれています。中には今言ったように、クライミングジムで、一生懸命お仕事をしてくれている人もいます。今北は北海道そうですね、で、南は宮崎か、ですね、宮崎、九州の宮崎、福岡か、そのジムで、それぞれ働いてくれてますし、もちろん全国各地に今、静岡だったり東京であったり、兵庫であったり、いろんなこう、ジムで、インストラクターとして活躍してくれています。中には店長さんとしても もう頑張ってくれていたりだとか、あとは自分のですね、お店、ついに独立したことね、独立して、ました、ジムのね、ことを全て切り盛りして頑張っている卒業生なんかもいます。あとはそうですね、ジムのインストラクターではなくて、先ほど言ったジムの壁立てですよね、壁立てだとか、メンテナンスだとか、そういったお仕事がたくさんありますので、全国各地回って、今日は例えば静岡でやるとか、明日からは現場はじゃあ九州だとか、その1週間後には今度は東北の方だとか、いろんなところ全国回りながら、クライミングジムの建設ですね、壁立てとかルートセットに、携わっている学生もいますし、あとはクライミングに強い、ショップだとか、メーカーだとか、そういったところに、就職して、スタッフとして